ずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。はっ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。さ、先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああいい、及第点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。はっ、やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩みたいです。成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。
けないね。私は憲兵団に入りたいから。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。ついてくならムカサかライナーか。なんだお前かよ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。ちょっとやってやる。貴様ら、やる気がないならトーマス・ワグナー、ミーナ・カロライナとはいえ、一生懸命やってるのにしばらく立ち直れないよ。私、気にしないなんて。こんな状態で俺たち、だけど、全力で取り組んだ結果が、いろんな人の知恵、確かに少々学よし。おい、もっと兵士を。落とし物。
そうか。もう落とさねえように気をつ。ははいい。お前も104。そうか。志願しなく。あいつらもに。お前も同郷なんだし、困ったことが。おう。まあとにかく、いや、いろんなこと。その日誌は。ああ、君か。仲間を助けるのは。ライナー、ベルトルト、いるか。なんだ、お前らまで。二人とも、立体。すまん。あ、そうか、その。僕は、二人は、と。僕とライナーは、じゃあ。あの日、ナイチキムの件。自分の命を大事にす。俺は帰れない。俺は。で、そうか。だから君はくん。そうなんだ。故郷を取り戻し。いつか。さあな。ああ。やあ。やあ。すごいな。調子はどうだ？これより、やか、この訓練は普段とは異なり、班分けは先ほど伝達。教官の言うこと、普段の訓練とは違うみたいですけど。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。教官は、班の、とにかくやってみないとわかんねえだろ。ガスも、こんな急ごし、このままじゃみんなバラバラになってしまう。そうだね。よし、それじゃあ、ありがとう。それじゃあよろしく。よし、他の連中を驚か。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコニーに突っ走られたら俺たちは教官に。悪かったよ。もう死ねえって。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。
まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。サシャ、頼んだ。やります。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。バルコ、合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなでルイを狙って一気に倒しましょう。私たち息ぴったりですね。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。サシャ、頼んだぞ。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはなんあいつか。バルコ、頼んだ。了解。サシャ、お願い。やります。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。コニーと、お前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっと、ハンデの訓練なんだから仲良くしようよ。ねえ、ベルトルト。ああ、そうだね。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。ガスが切れる前に補給しろって。サシャ、頼んだから任されました。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。じゃあここまで来たんだ、絶対1位になってやろうぜ。やってやる。やれ、最後まで頑張りましょう。マルコ、分かった。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。コニー、お願い。分かったぜ。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。もうすぐ終了だ、最後まで力を尽くせ。なあ、ミカサマ兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本機の訓練兵は
粒が揃っていますね。アッカーマンをはじめ、確かに見どころの巨人との戦いはそれを実現でき、お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。マルコもさすが。実際今回はその稀有な素質。